バーゲンセールは日本のお笑いコンビ。所属していた事務所はオスカープロモーション2019年5月からはフリーだった。二人ともタレント養成所渡辺エンターテインメントカレッジ卒業2013年8月1日結成。株式会社ウィントアーツでタレント、モデル、女優、アイドルユニットとして活躍していたが2014年4月に 活動の拠点を株式会社 AK プラニングに移動。その後2014年8月フリーとなるも、2015年にオスカープロモーション所属となる。以前から同じ事務所同士ではあったものの、もともとそんなに仲良くはなかったが、わさびちゃんが先に自分はアイドルじゃないなと気づき、上原も女優のままではやっていけなさ、そうと思い始め、2013年2月頃の、 岩手県での映画の撮影で一緒に手伝って現場を盛り上げたことがきっかけで意気投合しお笑いの道へ進む。コンビ名の由来はスタッフがみんな忙しくなるようにという理由からキャッチフレーズはちょっぴり可愛いお笑いコンビ。2019年5月オスカープロモーションのお笑い部門閉鎖に伴いフリーとなる。同じ元オスカーである ペッコパが同年の M-1 グランプリ決勝に進出し、元をスカー芸人で集まって応援観戦をする模様を YouTube チャンネルにアップロードして87万以上の再生回数を得る。その後2020年1月に解散が決定。理由は雅子が自分の力に限界を感じたことと、旅など YouTube の活動に力を入れ始めて、 企約を狙ったわさびちゃんについていけなくなったという方向性の違いを理由としている。今後はわさびちゃんは芸人を続ける予定で、まさこは芸人を引退して、当面はわさびちゃんのバー、秘密基地 B で働くとのことで、二人の仲の良さは変わらないとしている。客入れの催し物では2020年1月27日の主催ライブバーゲン会議最終回をもって、 営業ではその後の2020年1月29日から1月31日にかけての公民館関係者が集まる全国大会全国公民館セミナーの MC とプレゼンターの仕事を最後に解散。自分たちのネタを宴会芸と言っている。アラサー女性のハッピーな瞬間をネタに、フリネタの後に、それってハッピー。と叫んで OL 服を破って、 セクシーコスチューム姿に変身してサンバを踊り、最後に絶頂というものや、他にカーペンターズやシンディローパーの曲に合わせてフリップの絵を見せながら歌ネタを演じるなどというもの、心の応援団シリーズのネタなどがある。その他芸風はピンクレディ替え歌ネタがある。2017年9月頃から二人がスナックのママとチーママに噴してのネタ。2018年からは 上原が平安美人に扮しての平安先輩のネタも行っている。わさびちゃん、上原まさこ、ありがとうございます。